いいですね、来た。大地とパンコの音楽ゲームバージョン。ゲームバージョン。皆さん、明けましておめでとうございます。今、2019年の収録日は1月の、6日、はいはい、1月の6日日曜日に集まって、はい、今日はゲストにコロニー落としのメンバーの方が遊びに来てくれました。ありがとうございます。ご存知、軍事総帥、どうも、軍事です、よろしく頼む。そして傭兵ヘクター。傭兵ヘクターってやっぱここにハテナついてると思いますけど、ね、まあ、そのハテナはずっと消えないままなので、そのまま今日ちょっと都合によって浜の隊がちょっと、ね、ね、遠征してますので、浜松の方に遠征してますので、はい、今日はで、ギターの井上翔太です。翔太コロニー落としって何なんだっていうのは、前回のね、軍事総帥の回を見ていただいた方は知ってると思うんですけど、ファミコンの音楽を生演奏するバンドで、もう11年ぐらい。はい。そうですね。うっかり11年。うっかり11年。アルバムも出させていただいてね。はい、アルバムを昨年の12月の23日に、はい、初めてのアルバムを出して。無事に、そうですね、横初ライブも。横初ライブもさせていただきまして。いやー、ありがとうございます。ありがとうございます。あのね、もう各所から2曲しか入ってない、はい、そうです。なのになんでつったら、収録時間がなぜか30分何分ぐらい、様子がおかしい。みんなそう、あの、え、2曲しか入ってないんだって言って、時間再生時間を見ると、うん、えってそう、これずっと聞かなくちゃいけないんだみたいな。まあまあ、でも気になる方はね、ぜひ、コロニー落としのサイトからですね、サイトに、そのコロニーのあの CD をくださいとメールをすれば、そうですね、軍事総帥自らが送らせていただきますので、すごい、ぜひぜひよろしくお願いします。今日はね、せっかくここトラゲット、高円寺トラゲットのこたつ会をですね、はい、あの正月の期間はやってるということで、はい、音楽もまんまとそれに便乗して、はい、こたつといえばみかん、わーい、こたつといえばお菓子、ね、ママドール、ママドール、ありがとうございます、ね、そしてこたつといえばファミコンですよ。やったー、みんなで集まってファミコンをやろうっていうことですね。そう、やりましょう。ただね、若干ね、ここの2名がね、はい、結構ガチ勢なので、あの、今日はちょっといろんな、攻略動画みたいなのもどっか、裏技とかね、そういうのを紹介してもらって、行きましょう。パーコはもう完全に初心者ですね、はい、リアルタイムでもないもん、ね、ファミコンはやったことがあんまりないんで、うん、教えてください。今回はあのトラゲットのですね、この音楽トラゲットがこう合同企画して、技術の枠をフル動員しまして、すごいですね、なんと皆さんにゲームの画面が見れるようにキャプチャーを導入するという、素晴らしい、すごいですね、してると本当にそれができるので、ね、あと気になる動画の部分はですね、多分この多分俺が消してもらっていいんでね、どういうこと、あ、枠がね、枠のところ、ね、枠がね出てくると思うので、はい、最初にあれですよ、一番最初にやっぱこう正月っていうこともあって、うん、そして我々コロニー落としっていうこともあって、やっぱドラゴンクエスト2から序曲からですね、聞いていただいて、序曲から聞いていただいて、この音が入ってるかどうかはちょっともうわからないですけど、ちなみになんかドラゴンクエスト2でなんかこう、これはみんな、まあ、もうもちろん有名な技でもいいんですけど、これみんな知らないんじゃないみたいな。まあでもそれって模様元、模様元は皆さん知ってると思うんで、じゃあ、物元って入れ、あの、パーコはね、つまりこう、ここに初心者の人がいるんで、どういうことなのかっていうのを、ちょっとやってみましょうか。お願いします。物元って、物元って何だったんですかね。まあ、まず、これ皆さん、最近の世代の人は知らないと思うんですけど、パスワードで、昔はパスワードですね。はい。復活の呪文って有名なやつですね。うん。これはなんか聞いたもの。ちょっと、その物元が何かっていうとですね、はい、この裏技のあれがありまして、パスワードがありまして、ゆうていっていうのが堀裕二のことなんですね。ゆうてい、あれですね、ジャンプ情報局、はい、で、みやお、みやおっていうのが、今メタルマックスって割とこう、はいはい、人気、いわゆるちょっとアンダーグラウンドですけど、人気がすごいあるボールペンの、まあ、作者ですね。戦車、そうそう、戦車、戦車、あの魔法と剣の世界から離れて、敵を倒してお金を稼いで自分の戦車を増強して、はい、
戦うっていう。そう、マッドマックス。キャッチフレーズが、流体時にはもう飽きたっていう、ね。そうそうね。完全に、あれですよね、エリックスに、ね、そうそうそう。すごい。戦闘を受ける内容のあれですよ。ペって聞いたことある。あ、これ、うわー、さあ、もよもと。もよもと。そう、じゃあ、このもよもとってどういうことなのかっていう。はい。辛い旅なんですね、やっぱ。辛い旅なんで、48まで。48レベル。レベルが上がって。うわー。ただ、何も持ってないんですよね。そうですね。どうも何も持ってない。そう。ただ、これだともう、裸でも全然強い。48レベルだから。持ってるように見えるけどね。だから、ね、見えますね。そう、なんか持ってるね。持ってる感じある。あれは、作画の問題ですね。そうなんだ。で、これで、まあ、レベル1じゃなくて、48から始められるっていう。へぇー。あとでも、レベル2上がると、もう、ドン付きなんで。50、レベル50が、マックスで、他の2人も、レベル30と20でしょ、やっぱり。あ、もう高い。レベルが高い状態で。ただね、ドラゴンクエスト2はね、結構画期的で、うん、この後仲間が、2人仲間になるんだけど、名前決められないの。勝手に名前、しかもね、結構ふざけた名前がね、男の仲間がスケさんって名前だったからね。なんで、でも正直、私はスケさんしか見たことない。自分で始めると絶対スケさん。スケさんに。それはなんじゃないの、福島がそういう電波、そうかもしれない。電波上の問題。電波上の問題。トンヌラ。トンヌラもそう。トンヌラも出てトンヌラ。トンヌラ。トンヌラ。トンヌラっていうのはね、その後のドラゴンクエストのシリーズにもたびたび名前をつけるっていうシーンが出てくるとネタのようにトンヌラはどうかなみたいな。一番その被害に遭いそうだったのはファイブの主人公ですよね。ファイブの主人公が。もうこれ裸で、もう裸で、もうこれで戦えるんだ。1位食らっても、実質もどうでも大丈夫です。ドラキー70って。ひどい裸なのね。裸なのね。もうヘラクレスの栄光みたいなんですよ。あ、そうだね。モヨモト状態がそういう。モヨモト状態。モヨモトは多分、ドラクエで一番有名な、ね、裏技。裏技じゃないですか。ドラクエ1も実はいろいろあるんですけど。この、その、復活の呪文はどうやって手に入れたんですか？これはだから、出所どこなんですかね、これね。出所、ね、でもみんな知ってるよね。知ってたの、もうなんか、なんか知ってるみたいな。そう、ちっちゃい頃に、ドラクエにするとあれだよな、みたいな。へぇー、あれ、あ、ほんと、なんなんだ。みんな、あれなんだよ、ジャンプとか、当時のファミコンの裏技本っていっぱい出てたんだよ。あ、そっか。ジャンプのとかね、へぇそうですよね、だってジャンプはね、でもジャンプも開発に携わってるんで、基本的には。でもいっぱい都市伝説もあってね、ドラゴンクエストは特に嘘のその裏技とか、あるんだ。結構ね、教室で都市伝説的に広まったりとかするのもあって、あれの出所を確かめるっていうのもちょっといつかやりたいんだよね。その地域では知られてて、この地域では知られてない。あ、俺ね、ヘクターさんのね、スペランカーさばきをちょっとね、スペランカー、久しぶりだよ。スペランカーさばき、スペランカーってゲームがあるんだけど、まずパーコに一回ね、やってもらいたいなと思います。これ、しかもちょっと、マニアックなんですけど、マニアックだね、これ。LED が本当はついてるんですよ、ILM のカセットって。これはないんですよ。逆にこっちの方がレア。これレアね。もうちょい近づけて。これの方がレアなんですよ、これ。見てください。見えてる。いい感じ。わかります？これは普通のスーパーマリオをプレイする気持ちで、ファーコにまずプレイしてもらいたい。で、余談ですけど、これ、名前書く欄が、すごい。すごいね。名前書く欄？昔ね、よく、名前書く欄、貸し借りが。本当だ。あ、なるほど。これ新しいから。A でジャンプね。A でジャンプ。あ、いいですね。そう。そしてこの、白が全くわからない。そう。ちょっと不安になる。この不安になる。不安ですね。名曲だね、やっぱり。名曲ですね。これ初めてティム・マーティン。スパークちゃん初めてですか？初めてです。それは初めてです。はい。初めての人のスペランカーちょっと貴重だからですね。
貴重だからこれ、これ映像に撮っとく。どうしたらいい。これはスーパーマリオと同じ気持ちでやってもらえる。スタートしてもらって。スタートボタン。スタートボタン。あ、はい。今エレベーターなんで普通に上下で上下で降りれます。下に。あ、で、ここで A ボタンジャンプです。A ボタンでジャンプします。そうそう。で、横しながらジャンプして。そう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 。あ、そうそう。で、いろいろ撮っていく感じで。で、まあマリオと同じ。いいですよ、いいですよ。いいですよ、すごい、すごい。上手です、上手です。これを撮る。で、それは紐なんで、ロープなんで。上を押せば。もちろん真ん中。ちょっと、そこで、あ、そこでジャンプする。おぉ、え、もう一回やってみましょう、もう一回。今、何かの間違いだ。頑張って。今のは何かの間違いですからね、きっとね。頑張って。あんな高さからして、あれ？もうちょっと上がりすぎて。あ、上がればいい。もうちょっと。あ、このゲームはね、パーコに説明すると、主人公が弱いっていうことで有名なゲーム。弱いですね、ちょっとした段差で死ぬっていう。すごい死にますね。いやでも要するに、けどすごい。本当、あそこは一緒のところで落ちちゃう。大体エレベーターで死ぬんですよね。え、そうなんですか。エレベーターで行けないんですよ、大体は。最初ね、そこで大体落ちる。そうそう、ここあそこら辺で、そこあもう大体それで、そうそう、で大体ここで死ぬんだよ。そう、ここで降りようとして。これがすごい。いや、この動き、ここが難しいですね、ちょっとね。ここですね。ここね、だからあんまり高さを稼いじゃいけないってことはね。そこでもうすぐそのあたりでね、横で横しながら。あ、いけた。爆弾取って、爆弾取って、これ相手取って、あれあれ、そうそうそう、ちょっとジャンプ、ジャンプ、ちょっとジャンプしてね。そうそうそう、あ、いいですね。そうそう、あ、いいですね。爆弾取って、爆弾取って、爆弾取って、戻って、戻って、戻って、もう一回。そうそうそう、エレベーターまで戻る。あ、これね、お化けが出てきたらね、あ、そこ降りれない高さ。そういうことですね。そうなんですよ。マリオだったら降りるんですよね。これアイテムだから。なんですよ。なるほど。あ、じゃあこの辺りちょっとね、先生の、先生のお手本をちょっと、ラッカー先生のプレイを。なるほど。先生久しぶりの、ここはキャプチャーを取っといてください。先生久しぶりの、手に当て握る先生のプレイ、ちょっとちゃんと見てるのかな。もうちょっと、どうした。あ、これ邪魔ですね。邪魔ですね。邪魔ですね。はい。でもこれやると音がね、ずれるっていう技が。え、なるほど、細かい豆技が出ました。豆技が、すごい、スルーズ。あ、すごい。うわ、早い。うわ、すごい。おお、いいっすね。さすがですね。さすがですね。さすがですね。おお、スムーズ。動きが、あ、来た来た来た。あれはね、打てるんです。何打ったんだ。お化けよ。お化けよ。ここで爆弾です。もう使うのが決まる。爆弾でも死ぬからね。そうですよね、近いと。あ、すごい、かわいい。そして、なんか、折り方がかわいい。なんか、何今の。なんか出ましたよ、今。なんか出しましたね。何ですか、今の。鍵を決めるんだ。もう余計なアイテムは取らない。すごい。あ、先生、何ですか、この。これ何ですか、音変わりましたよ、これ。ってやつ。これあれは点数が違う、なんだっけ。点数2倍のやつは ×2 っていうアウトモードが。曲が変わりましたよ、だって。変わったね、これね。ね、なんだっけ。あ、なんか上に変わった。なんかいる、何ですか、あれ。何のあれですか、形ですか。あれね、あいつが速くなっちゃう。あいつが速くなっちゃう。弱いくせに速くなる。強くはならない。あー、ほんとだ、速い。弱いくせに速い。速い。まあ、取らない方がいい。取らない方がいいですね。取らない方が良さそうですね、これ。これちょっと早い。これはちょっと早すぎる。早すぎて。しかも死んでもなくならない。なくならないんですよ。なくならないんだ。これは結構ハードですね。ハードですね。うわ、大変だ。早いけど弱いっていう。早い、弱い。アイテム。先生のプレイ、これ、普通はこんな風にいかないからね。そうですね。もうさっきのあの部分でだいぶ。これ何のですか。コウモリ。コウモリがあの糞を落としてる。用を足してる音ですね。そうですね。あのチューもダメなんですよね、やっぱ当たると。そうそうそう、なんか何か毒ガス。あ、すごい。
鍵を神業、あ、鍵を取るんですね。鍵は詰めてますね、これすごいな、なんかスムーズすぎて、簡単にやってそうですけど、全然 ねこれね、超難しいですからね。これちょっと、この後、そうするやってみて。いやいや、もうちょっと恥ずかしい恥ずかしいですよ、これ先生の爆弾持ってね、割と離れないと死ぬ。そう爆風で死ぬんですよ、これ爆風で死ぬ。鍵取ってますからね。ジャンプすると死んじゃうんだよ。あ、そうなんですか。そう段差、あれが段差ってことですか。この落差で、はいはい、おぉ、これ2面ですか、これ。2面ですね。いいですね。すごいですね。2面までいっちゃうの。2面まで、だいたいね、1面でみんなもういけないんだよ。そうなんですか。俺もかつて1回下まで行ったことある。全部あ、クリアした。うん、その次はね、あの鍵の位置が変わっててもう無理ですよ、鍵。あ、いや、位置はね、同じなの。位置同じか。あの、見えなくなる。見えなく、そう、見えなくなるのかな、鍵が。見えなくなっちゃうんですか。鍵が見えないとか、どういうことなんですか、これ。あ、これね、思い出した。あの、ガスとかに当たっても大丈夫。あ、無敵なんですね、じゃあ。無敵。じゃあ、早いよりはいいですね、そうですね。なんかこのベースラインが時代を感じさせますね。そうね。デリ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 、なんすか、なんだろう、あのカプセル。あ、すごい、あれはそのぴょんぴょん技。違うな、なんだあのカプセル。え、あれ今7個あるのはなんすか。あ、あれ、あれはね、あのコウモリが消える。あ、そう、あの、あれ持ってると。そう、あれをね、出すんだよ、シャッと。あれ、ここでやるか。要するに光ってる間に光を嫌って嫌くなくなるっていう。わかりづらい、フラッシュみたいな。そうなるほど。あとでね、鍵取るときにあれ使わなきゃいけなくなる。なるほど。ちなみにあの棒みたいなのは何ですか、右上の。ドリルみたいな。ドリルみたいな。あ、ドリル。ウィーンってなってるやつ。あれ、ああ、回復する。これは回復する。回復。あ、本当だ。体力が減っていってるイメージ。ああ、なるほど。そうけど銃撃っても減るんだけど。銃撃って減るんだ。やっぱ反動がすごいですね。そう。反動でね。反動で弱いですね、やっぱり。弱い。ダイヤモンドちょっと取れます。あ、ダイヤモンド取れなくて。ダイヤモンド取れるんですか。隠し合い。おお、すげえ。あ、面白い。5000点ぐらい。何のクリスタルですか、あれ。わかる。なんだろう。あ、アイレムに出てきた。アイレムのクリスタル。アイレムのクリスタル。お、もうあれが、もうあれは、あ、これが、ケースが2倍です。あ、ケース2倍。この間だけ2倍ってことですか。そう、この曲がかかってない。この曲変わりましたね、確かに。これ…すげー。スペランカーって意外といろんな曲が変わる。そうですね、初めて知ったんですね。このアイテムね、3種類あって3曲とも違うの。それはすごいですよね。こうパーコ気づいたって言うのよ。タラッタラララララッタ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 ッ。12小節のブルースなんですよ。そう。だからこれ以外の曲を私あんまり知らなかった。あ、本当だ、ブルースだ。ブルースなんだ。ただね、これすごい凝ってて、こっからちょっと普通のブルースシンクと違う。あ、本当だ。さんじゃららん。これもね、我々はスペランカーシンクって呼んでる。そうですね、我々の間では。これソロ回し、結構ソロ回しできる。ソロ回しできる。そうなんです。すげえ久しぶりに。すごいですね。久しぶりにやってこんなね。二面をクリアすると三面にはも、あ、二面には戻れないですね。戻れない、ね、そういう風になって上にはいけない。正確にはね、戻れるの。戻れるの。これ、ね、死ぬとね、最後に取ったアイテムのところに。あ、ガスレンの。あ、じゃあ取らないでいけば戻っちゃう。それでね、あのタイムアタックするときはそれを使うの。なるほど。タイムアタック。タイムアタックとか。もうクリアするのがまず前提なはずなんだよ。ね、そうですよね。その今言った最後のアイテム戻るっていうのがあるから、ずっとこの辺をこうジャンプして取らないで奥に行ってから死んで一気に戻るっていう。そうか。行き帰りのね。それでめっちゃショートカットする方法。あ、なるほどね。帰り楽なんだ。そう。帰りが楽なんだ。いわゆるデスルーラーってやつですね。よくあの黄金の爪取ってそのまま死ぬっていう。このなんか水もね、やっぱなんか変なポットみたいな。何ですかあれ。何ですかあれ。あれ乗るの？もしかして。乗りましたね。いろい
ろんな乗り物もありますよね。ねえ、そうなんですね。あれハーデス編の時にあの沙織お嬢さんが閉じ込められた。閉じ込められたよ。壁みたいなやつ。ああいうね。すごい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 避け方が。なんですかこれ。もうなんか完全に。え、完全にクロートゲーム。これこんな簡単に飛べないですよ。これ飛べないよ。ちょっと慣れてきた。慣れてきた。すごい。戻ってきた。速さがジャンプするのにも躊躇するゲームですよ、ね、これ。そうですよね。もうここだったら死なないって高さがね。ね。あるよね。わ、すごい。落とし穴。これをちょっと我々結構貴重なもの見てますよ。ね、そうですね。なかなかこんな。こんなスムーズに。もう今でこそあの、コロニ落としでベース弾いてもらってますけど、もともとヘクタさんはあのファミコンバンドスペランカーという。スペランカーってバンドの。そうなんですね。リーダーで。そうなんです。我々よりもっと前に。何にもないじゃないですか。これどうですか、あ、なんか来た、なんか来た、何ですかあれ。何これ何これ、え、すごい。メルヘンだ、メルヘン。メルヘン。まあ、完結戦的な。完全にメルヘンですね。水圧で。ドロロロロロ。あの速いやつだ、あれは。あれは。ここであれが出るとね。すごい裏技ができるので、ちょっとそれは今度に。あー、なんか気になる。危ない危ない危ない。あ、お化けが、久しぶりのお化けが出てきましたね。懐かしの。体力が減るやつ。体力が奪われてくる。すごい。あの、残りに当たってほしい状況です。あ、そうなんだ。あ、残。残像に。残像。あの、速くなるやついますか？あれ、ちょっとここで。あれ、役に取れそうってあるんですか？あれ、あんまりないんだよ。見たない。すごい、着々と。何面だこれ。わー、すごい。これ4面。これ最後。最後面。すごいですね。お、来ましたよ。なんか建物。来た来た来た。あー、このちょっとした段差でね。こういうふうに上がってる。最後に取ったアイテムのところに。じゃあ、頑張って取らない。でもあるんですね。だからあのマックスとかミニマムの意味が分かんなかったですけど、あれが体力になってるね。そうそうそう、あれは体力。今の銃を使っても減る、減ったっすね。なぜか、まあ、なんか出ましたか。あれ、息増える、息増えるわ。何の説明もないし、何ですか今の。何か引っかかりましたよ。あれなんか引っかかる。何今の、しかも今落ちてた。今見た、今の。知らないですよ、引っかかるなんて。何で引っかかる。今落ちたんじゃなくて、これ、これすごいですね。これ引っかかるな。あ、そう、こういう風に。あ、これを早く入れてる。これを、これをくねく、これすぐ押してるだけ。やばい、すごい。ちょっと感動ですね、これ。今のは一キャップ、今の一キで来た来た。あ、またお化け。お化けの頻度結構高いですね。お化け来ますね。え、体力どこで見れるんですか。体力、あの、上に赤い、今赤くなってるけど半分過ぎてるから、もうミニマムに近づいてる。ミニマムに。あ、これやばいですね。どっから体力を、体力はピカピカ。あ、これか。あ、これだ。体力だ。あ、あれ一気に行くんだ。あれが体力って意味が全く分かんないですよね。分かんない。この制作者の頭の中にしかない設定がいっぱいある。ピッピッって、あ、コウモリだ。なんかジャンプして飛び越えるみたいな裏がありますよね。通行を使えば通行。左から右だけ。え、これどこでも使っていいんだ、銃。うわ、取った。すごい。なんだ今の。すごい。通行ってなんすか。これね、通行でも右左ができるんだ。なるほど。あ、じゃあ同時に押してみたいな。通行は左、こっちは右押しながらジャンプすると飛び越えられる。そうなんだ。うん、すごい、終わり。あ、すごい。もうクリアしちゃった。早い。あ、やばい。これどうですか。こっち左。あ、これはもう。ダメダメ。これこっち側からね、ジャンプできない。あ、そこを今右からはできない。これなんか全然最後に見えない。ね。あ、最後のあの山に戻るんだ。さっきの。あ、あそこに戻るんだ。建物みたいな。建物に入るんですか。この上にある。鍵、いろいろいっぱい鍵取ってますけどね。ここで鍵を作用。これでできるんだ。これで売る。こっち左、左押すと動くでしょ。こう左勝手に。で、今俺右押すとまた右に来る。ここでジャンプする。あ、やばい、はまっちゃった。はまっちゃった。はまるとどうなんですか、これ。あ、いや、死ぬまで待つ。ええー、止まるん
だこれ。ごめん、近づきすぎるとこうなるんだよ。なっ、これね、これはすごい、これ貴重ですね、これ。すごい映像ですね。近づきるとね、こうなっちゃう。こういう時に限ってお化けが出てこない。そうだよね、お化け出てきてほしい。なんかしかも結構体力あったから、これ結構洞窟の一番深いところで、これ間抜けな感じで、ね、あとこいつ頑張れ、あとちょっとだ。死んで、お、死んだ、死んだ。はい、私もこれ普通にやれば、これもうクリアまで秒読みですもんね。そうですね、そう、そこです。おーおー、最後2019年の正月に皆さんスペランカ染めですね。染め、スペランカ染め、イエーイ、すごい、スペランカをクリアする、なんかいっぱいもらってる。わー、すごいね、これ。すごいですね。はしごも光る。すごい、転調しまくって。いやー、ここからあの感動のエンディングとかが。わー、キラキラしてる。あんなダイヤモンド、あんな手に入れてないのに。ね。そうですね。あの中にあったと思うかね。あ、そうかもしれないですね。ほら、ファミコンのあれですよ。レッツスタートンアナザーアドベンチャーだね。あー、どうするか変わって、また。え、変わらん。2週目。2週目。アナザーアドベンチャーだ。アナザーアドベンチャーだ。これ異次元に飛ばされたって。異次元の。これは。アナザーディメーションってことですね。来た。あ、わー、この音楽。あった、あった。わー。しかも。俺の名前と、そうそう、ほんとだ、すごい、すごい、ニーの初期のためにやったやつ。あ、ほんとだ、すごいですね、これ。これね、ほんとだ、裏技して、名前が変わっちゃったんです、これ。コンゴンだったの、コンゴン。ケから、かきって、こう、こう。あ、この裏技ちょっと、じゃあ、行きましょう。これ、来る技。まず、ポーション、左側で、ポーションをですね、ポーションの右側を開けるんですよ。で、レベルを上げたい、アイテムをポーションの下に持ってくるんです。レベルを上げたい。この下に。だから、サラマンゾーンの次は多分フリーズブレードかなんか忘れたんですけど、なんかね。なんかオニオンソードにしてください、何か。オニオンソード、あ、オニオンソードしましょうか。うん、で、ちょっとロングソードを買ってきますね、ちょっとね。これ一番最初ですよね、これ。これ最初です。まあ、今からやるのが、ポーションをお宝でもらった時に、レベルが上がるんですよ。レベルは上がる。そんなにいっぱい買っちゃうんですね。そうです。今4つ買っておきましょう。で、さっきの今、アイテムのいっぱいかな。あ、いっぱいだから、ちょっと、何か押さないといけないですよ。そうなんですよ。じゃあ、カウントダウンと一応捨てちゃいます。カウントダウンとしてました。はい。それで、ポーションの横をやっぱ開けるんですけどね。はい、下に置くと、はい、これ僕マルカツスーパーファミコンで見た技なんですけど、これでもこうマルカツスーパーファミコンで、まあ、マルカツファミコンでも、ね、これで、あ、これちょっと今多分ポーションをよく落とすのが最初のあの洞窟なんですよ。ああ、最初のゴブリンですかね。はいはい、ゴブリン、ゴブリン、すごい攻撃しますね、ねえ、今後は。そうなんですよ。今なんか辞書でめちゃくちゃ叩いてますよ、大地が。学者ですね。本で叩くタイプの学者なんですね。わぁ。今装備何装備してるの？この時点でラグナロクを装備してるのね。あ、最初なのに。だってクリスタルメール、割ともうレベル20なんで。そうですね。だいぶ最初なんですよね。僕は光の時点で人を叩くタイプ。そうそう。なるほど。そうですね。この時点でこの装備はちょっとおかしいんですけど、ただこの、ちょっと、戦闘終わるたびにアイテムの配置が変わるんですね、実は。へぇー。カトンソードになるんで。なっちゃう。うまくいけば。オニオンソード？オニオンソードっていうのは、隠れ武器で、ものすごい低確率でドロップすることでね。そうそうそう。ね、ここの洞窟が一番、ポーションドロップするんで、ここで。はい。落ちないです。ダメですね。残念。落ちないので、まあ、軍司さんにやってもらいながら、そうですね、エンドコールを。はい。はい、というわけで、はい、今回はファミコン特集ということで、コロニー落としのメンバーの皆さんを招いて、いろんな
あの役に、まあ、全く人生の中では全く役に立たないタイプの、ね、けど実はこんな世界があるということで、ね、どうでいかがでしたでしょうか。なんか、うん、なんかすごいなってすごいな。なんか今普通に思ったんですけど一切音楽をしてないですね。いやいやもうずっと音楽かかってる、はい、ずっと今日はゲーム音楽をたしなむ会ということで、ね、今日はそういうことですからね。でもあれですね、やっぱりこうそういうこう人が知らない感じをこうかき分けていく、うん、なんか冒険心をくすぐる、くすぐるゲームが多いんですね。そう、多いですね。これをもう僕たちはもう汚れた大人になっちまったんですけど、はい、俺はまだ純粋な子供の頃にこれをやってて、ね、そう、もう僕たちはなんかその時の気持ちを取り戻せる、ね、いい文化なんじゃないですか。ありがとうございね、大人なコメントですね。大人なコメントです。ポーション落ちたの？落ちなかったですね。落ちなかったですね。レベルが必ず上がるっていう。あ、じゃあそういう裏技に。ちょっとしようかと思うんですけど、ちょっとね、ポーションを落としてほしいと思うんですけどね。はい、まあこんな感じで、はい、まあまあやっててもらって。ね、大丈夫です。と、ね、いうことで。で、はい。また、よろしくお願いします。今後コロニ落としの方もぜひよろしくお願いします。今のところね、ライブまだ決まってないですよね。はい。ですけど。リリースしたばっかりのいろいろお願いいたします、ね、よろしくお願いします。そして、軍事がこの後、ロングソードをオニオンソードにすることができたかどうかね。どうかそれはあの軍事総帥があの直々にコメント欄にできましたできませんでしたあの画像を洗います書き込んでもらえると思いますので、はい、よろしくお願いします。別の裏技が発動しちゃってちょっと難しいかもしれない。だそうです、だそうです。戦闘前にレベルが一応上がっていってるので、ね